フレキシティフレキシティフリーダムフレキシティフリーダムは鉄道車両メーカーのボンバルディアトランスポーテーションが展開する路面電車車両ブランド。北、アメリカ向けに開発された車種で2020年現在はカナダ各都市のライトレールへの導入が行われている。フレキシティはボンバルディアトランスポーテーションが世界規模で展開する路面電車ライトレール路線向けの電車ブランドである。 その中で、フレキシティフリーダムは、北アメリカの路面電車路線向けに開発され、両国の厳しい安全基準に対応した車種である。台車が設置されている車体が設置されていない車体を挟む、形の編成を組む連接式電車で、最短3車体から蘇生可能であるほか、総括制御による連結運転にも対応する。車体は、モジュール構造を用いて設計されており、 顧客の要望に応じた様々な車体デザインに対応することができる。車体幅は他のフレキシティよりも広い 2650mm で座席数の増加と通路の広さを両立させている。車内は段差が存在しない100%低床構造となっており、冷暖房双方に対応した空調も完備されている。台車はボンバルディアが100%超低床電車向けに 開発したフレックスアーバン3000が用いられる。これは、小型車輪を用いることで、低床構造に対応した台車で、従来の高床式電車用台車と同様に車軸や二重サスペンションを有しており、騒音や振動の抑制に加えメンテナンスの容易さも図っている。また、停車時に床上高さを下げる、油圧式、ニーリング機能にも対応している。主電動機は、 低床構造との干渉を防ぐため、オリオの外側に設置されている。電気機器は北アメリカの使用条件への適合に加え、消費エネルギー量の削減や、それに伴う環境問題への対策を念頭に入れた設計が用いられている。その中で、ミトラクは電力の回収が可能な回生ブレーキを用いることで、制動時に生じたエネルギーを屋根状に設置された。 充電池に保存するシステムで従来の車両と比べて最大30%のエネルギー量削減が実現できる。また充電池に貯めた電力で非電化区間でも走行可能なプリムーブシステムにも対応する。アイオン向け車両カナダワウタールー地域のライトレールであるアイオンには2019年6月21日の第一キロ線開通に合わせて5車体連接車の フレキシティフリーダムが14両導入されている。エグリントン線向け車両エグリントン線は、2021年9月からカナダのトロントで営業運転を開始する予定のライトレール路線で、トロント市電とは異なり標準機で建設され、メトロリンクスによって運営される。この計画に際し、2010年にボンバルディア、トランスポーテーションとメトロリンクスの間にも車体、 連接車のフレキシティフリーダムを導入する契約を交わした。これらの車両は片側にのみ、運転台を有しており、営業運転時には2両編成で運行する。当初の発注量数は182両であったが、2016年にメトロリンクスは製造の遅れにより、契約内容が守られておらず、契約の破棄も視野に入れている旨を発表し、ボンバルディア側もメトロリンクスによる再算の 設計変更の要請がその原因であると反論した。裁判を経てメトロリンクスの契約破棄を認めない判決が悪だった。あと、2017年12月に契約内容の見直しが行われた。この影響で2015年に予定されていた試作者の製造は遅れ、見直し後の発注量数も76量へと大幅に縮小した。 これらの車両は2020年までに製造が完了する予定となっている。完成後に展示されたバレエライン向け車両カナダエドモントン市内を走るライトレールとして2021年に第1期路線、2027年に第2期路線の営業運転が開始される。バレエラインは他の路線と異なり経済性などを考慮し、低唱式プラットフォームが用いられる。それに伴い、 バレエラインにはバリアフリーに適した7車体連接者のフレキシティ、フリーダムが投入されることになっており、第1期路線回通時には26両が使用される予定である。ありがとうございます。